金ヶ崎公園って書いてます。このね金ヶ崎公園は、天筒山って言うんですけれども、ここを今からねちょっと登って紹介したいと思います。入り口こっちになります。行きます。道はね整備されててすごい歩きやすいです。なんかね入り口にクマとかイノシシに注意っていう看板があったのでね、今の季節は出るのかよくわかんないけど気をつけていきたいと思います。マスクしようかな。なんか家がある、家かな、なんか白い家がある、あそこに小さな家があります。お地蔵様がいます。すごいちょっと変わった建物の中に入ってます。まあちょっと上がってきたんですけど、下見てください。結構ね緩やかに上がった割にはね随分上に来ました。A61 年にね織田信長が美濃を制して将軍足利義昭をね入れて京へね進出してます。京にね旗を上げた信長は諸国の大名にね上洛を命じてます。でもね越前の朝倉義景だけはねそれに従いませんでした。まあ、そこで信長はね元亀元年の4月に天皇の勅命と将軍の上位をもらって越前にね3万の兵で攻めてます。なんかね雨だけどねちょっと気持ちいい感じです。まあ、梅雨は嫌ですよね。そして越前に入った信長はまず手始めにこの天筒山にある天筒山城を攻略してます。ちょっとここ見てください。ほら見て、蛇みたいな木がねベローンってぶら下がってる。なんか蛇に見えませんか？見えるよね、見えるね。天筒山のね攻略では家臣のね柴田勝栄とかにねとにかく攻めろよっていうことで攻め入ってます。どんどん攻めてたみたいです。そこでね籠城してた朝倉兵1500人はねどんどん攻められて1300人が討ち死にしてます。まあほとんどそこで亡くなったみたいです。天筒山城を攻略した信長兵は今度は金ヶ崎城を目指してます。3000の兵でね金ヶ崎城を守ってた朝倉兼経はなんか、まあ、そういう勢いにねビビったのかもう降伏してお城を開城してます。すごい霧がかかってね。トイレだ、立派だな。ちょっとなんかねこの霧の中、まあ、何がすごいかって言ったらなんか湿気がね、湿気がすごい、ベタベタ湿気がすごいです。わー、なんかね明るくなってきた。芝にもあるよ。あれなんだろう、芝なんだろう、なんかあります。展望台だけは、展望台じゃないの。なんかあそこもねあんな風になってる。ここなんだろう。あ、展望台って書いてある。展望台ちょっと登ってみようかな。どうやって登るのかな。もっとあるね。歩いて登るんだよ。なんかね、こっちの方にね、港が見えます。ちょっと見て、すごい。景色いいよ、すごい。じゃあね、今からね、この展望台にね、登っていきたいと思います。どんな景色が見れるんだろう。まあ、海は見れるよね。さっき見えてたから。何回くらいあるんだろう。3回くらいかな。
くる回って。こっからはね、外見えないから。上にいたらすごい。なんか変だよ。こっちも、あ、こっちはダメ。こっちなんだ。こっからちょっとね、狭くなる。怖いっていうかさ、階段がちょっと怖い。わあすごい、わあすごい、展望台見て、来て、あもっと見える。え、海はどっちだろう。あ、こっちだ。すごい、やっぱりね、上に上がってきたらもっとすごかった。すごい山綺麗、すごい眺めいいです。ちょっとね、ぐるっと回ってみます。沼みたいのが見える。中池見っていうの、中池見っていうの、きらめき温泉とかある。こっちにはね、天然温泉とかがあるみたい。まあ、こんな感じでした。お天気が悪くてもこういう眺めはね、すごいいいです。気持ちもいいです。何の音だろう、あれ。なんかよく港から聞こえる音だよね。なんか音がする。降りてくね。降りてきます。降りてきます。金ヶ崎城を落として木の実峠を通って、まあ、あの朝倉の本拠地一乗谷にもう迫る寸前の信長勢でした。でもね、そんな信長にもう耳をね疑うような情報が入ってきました。それはね、北近江にいる義弟の浅井長政がね裏切ったという知らせでした。それは信長の大ピンチでした。浅井と朝倉に挟み撃ちにされるっていうことで、信長はねもう少ない人数でね京へ撤退してます。そこでしんがり隊として残ったのが池田勝政、木下藤吉郎秀吉、明智光秀、噂では、家康もいたみたいです。でそこから金ヶ崎撤退戦が始まります。
剣術山城降りてます。今からね、金ヶ崎城跡に行きたいと思います。行きます。なんかこの山はね、今ね、天筒山って書いてあったんですけど、昔は手筒山って呼ばれてたみたいで、なんか私も喋っててなんか混乱して、天筒と手筒山とちょっと混じってるかもしれないです。ごめんなさい。ちょっとね、山を降りて移動してきました。さっきね、天筒山城、あとはあの山の上にありました。そこを降りて今度は金ヶ崎城跡の方に行きたいと思います。金ヶ崎城跡、天筒山城跡、碑って書いてます。金ヶ崎城は鶴ヶ湾に突き出た丘の上に築かれた中世の城である。現在は周囲が埋め立てられたが、北、西、南の三方を海に囲まれ、東に連接する天筒山城に続く尾根にも要害を設けた難攻不落の城であったって書いてます。ここで2度歴史を動かす合戦が行われた。1度目は南北朝時代2年余りにわたる金ヶ崎城を争奪戦である1336年、足利尊氏が京で孝明天皇を擁立し、室町幕府を改装し、後醍醐天皇は吉野に下る。そして新田義貞は後醍醐天皇の王子、高吉親王、常吉親王と共に金ヶ崎城に籠城したって書いてます。で、1337年正月、幕府軍の主力を投入した攻撃が開始された。義貞は城を脱出し、蘇我山城の軍勢を率いて幕府軍を攻撃したが、敗れて撤退。3月、金ヶ崎城は落ち、高吉親王と義貞の子息義明は自害、常吉親王も捕らえられ、城は幕府軍に接収された。1338年、義貞らの反撃により金ヶ崎城を、防艦。越前は南朝優勢となる。しかし長期戦の末、翌年幕府軍が取り戻し、その後南朝軍は奪い返すことはできなかったって書いてます。二度目は戦国時代、金ヶ崎の軒口と呼ばれる織田信長の撤退戦である。元亀元年、信長は京から近江、若狭を経て越前に侵攻した。激戦の末、天筒山城を落城させ、金ヶ崎城の朝倉景常に降伏を迫り、城を接収した。信長は城を修築し、朝倉攻略の拠点とする構えを見せたが、近江の浅井長政が反旗を翻して越前国境に迫っていると知り撤退した。信長はわずか10人ほどの友と京に帰還したという。また後世、信長の妹で長政の妻となっていたお市が両鉢を紐で固く結んだ小豆袋を届けて危機を知らせたという逸話も生まれてます。と、信長軍には後に天下人となる木下秀吉、徳川家康、本能寺の変で信長を倒す明智光秀もいた。信長と共に彼らも九死に一生を得た。信長が再び敦賀に来るのは、天正元年、朝倉を滅ぼす年であると書いてました。なんかね、ここにね、家紋見てください。足利尊氏とかね、新田なんとか、浅井長政とかね、いろんな家紋がついてます。では今から金ヶ崎城跡に行きたいと思います。行きます。なんか雨止みました。あ、なんかすごい見えてきた。なんかね、なんか鳥居がね、見えた。ちらっとちょっとね、鳥居が見えました。
蛇じゃなかった、電信柱だった。種ヶ崎の軒口って書いてある。明智光秀や秀吉、家康らの活躍により信長は絶体絶命の危機を切り抜けるって書いてある。金ヶ崎城の軒口って書いてます。今からねここ登っていきたいと思います。どこにあるんだろう。なんだろう、こっちかな、こっちかもしれない、こっちかな。さっきあの人はこっちから行けんの。なんかすごい広くてね、よくわからないんだけど。あ、なんか書いてある。あ、これだ、ほら見て、金ヶ崎城跡って書いてます。これがね、ここの辺が金ヶ崎の城跡みたい。史跡金ヶ崎城跡って書いてます。この辺にあるみたいです。ということはなんか古戦場とかの跡があっちの裏の方にあるのかな。ちょっと行ってみたいと思います。すごいね、道はすごい綺麗で、すごいいい散歩道、景色もいいしね。ここ散歩毎日できたらすごいいいかもしれない。なんかね、古戦場跡もあるみたいなので。眺めいい、気持ちがいい、気持ちがいい眺めがあります。あ、でもすごい晴れてたらもっと良かったかもしれない。すごい気持ちがいいです。気持ちがいい、本当に風が爽やかです。まだまだ行くのかな。なんかいい散歩道でも結構山あっちもこっちも登って近いんだなって思った。あのお城とお城の間がすごいなんか近いなって思いました。あ、結構きつかったです。古戦場、古戦場がありました。ここです、金ヶ崎古戦場って書いてます。あ、実はすごいきつかった。でもね、ここの日になんかね、新田義貞って書いてあるところがあるので、これ多分1回目、1回目の古戦の跡みたいです。古戦、戦いの跡です。古戦場を通って上まで来るとね、ここ見てください、看板あります。この付近は金ヶ崎の最高地で月見崎と言われ、通称月見御殿と呼んでいて、南北朝時代の金ヶ崎城の本丸跡といい、戦国時代などにも武将が月見をしたと伝えられています。なんかね、多分夜すごいいい月がねここで見られたと思います。すごい眺めがいいです。多分夜とか来るとね、すごいいい月見が来るんだなと思いました。でもちょっと来るまではね、山の中通ってくるのでちょっと怖いかなって思います。すごい眺めいいです、綺麗です。最後までご覧いただきありがとうございました。お月見ができます。いい景色です。夜来たいです。バイバーイ。でもちょっと怖いです。バイバーイ。